お疲れ様です、チキさん。お怪我は、ないみたいですね。うん。私、活躍できてた？大活躍でしたよ。まだ子供なのに、立派に戦っていて、すごいです。チキ、もう子供じゃないもん。生まれてから1000年以上は経ってるよ。え？今、なんて？だから、1000年以上は経ってるって。1000年以上？そんな、本当なんですか？うん。マムクートはみんな長生きなの。そうだったんですね。子供だなんて言ってごめんなさい。あの、マムクートというのはみんなチキさんのような姿をしているんですか？ううん。おじいちゃまは年を取った格好だし、みんな年を取ると大人の姿になるんだよ。でも、私は大人になれてないの。ずっと眠ってたからかな。眠っていた？チキね、生まれてすぐに長い眠りについたの。神竜の力が暴走するのを防ぐためなんだって。それから1000年経った頃に目を覚まして、マルスお兄ちゃんたちと会ったんだ。眠っている間のことは覚えているんですか？なんだか怖い夢を見たってことしか。でも、寂しかった。寂しいですよね。1000年も眠り続けるだなんて。私だったら、きっと耐えきれなくて、心が壊れてしまうかもしれません。ずっと一人ぼっちだったって、それだけ、強く覚えてる。もう絶対に、一人ぼっちは嫌！チキさん。私、さくらも、寂しいのは嫌？はい。嫌です。チキさん、私、話しかけるのは苦手ですけど、あなたとたくさんお話がしたいです。もう寂しいだなんて思わせません。本当？本当に？チキも、寂しいのは二度と嫌だよ。さくらともいっぱいお話ししたい。はい。寂しいなんて思う暇がないくらい、いっぱいお話ししましょうね。私は末っ子なんですけど、妹ができたみたいで、とても嬉しいです。チキ、妹みたい？嬉しい！私も、さくらが寂しくないように、一緒にいるからね。ありがとうございます。これからも、仲良くしてくださいね。うん、もちろん！